26日に東京、有明アリーナで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級、55.3キロ以下、4団体統一戦12回戦は、WBC&WBO 王者、井上直也、大橋が WBA&IBF 王者マーロン・タパレス、フィリピン、20回1分2秒 KO 勝ち。男子では世界2人目、アジア人初の2階級4団体統一。 の歴史的偉業を達成した。世界的なトレーナーも快挙を祝福。122、スーパーバンタム級、では彼のことは誰も倒せない、と強さを絶賛している。画像、誰も彼を倒せない、井上直也がガードの上からタパレスをぶち抜き膝をつかせた決定的瞬間4回後半にロープサイでのラッシュでダウンを奪った井上は、タフさを見せながら主勢を強めたタパレスを10回に攻略。 見事なワンツーを突き刺し、二度目のダウンをダッシュすると、膝をついたタパレスは立ち上がれず、10カウントでモンスターの KO 勝ちが決まった。井上と二度戦ったのにとどねやら数々の選手を指導してきたナトレーナーで、元 IBF 世界スーパーフェザー級王者のロベルト・ガルシア氏は米専門メディア、210ボクシングテレビ、公式 YouTube チャンネルに出演。午前3時に起きて試合を見たよ。 彼は見たくなる選手なんだ。相手が誰であろうが関係なくね、と井上が特別な選手であると強調した。結果については、多くの人がタパレスについて知らないかもしれないけれど、彼は MJ、ムロジョン・アフマダリエフに勝った男だ。MJ は強いぞ。それに勝ったんだから、簡単な試合であるべきではなかった。ただ井上が特別なんだよ、と強さを力説した。 井上を倒せる選手がいるかどうかを問われると、ラッキーパンチとか、井上が体調の優れない中、試合をしたり、拳を痛めたりしない限り誰も倒せないと思う。こういうことがない限り、122では誰かが彼を倒すことはないだろうね。と言階級では敵なしと指摘する。それを踏まえ、122でビッグファイトになりそうなのはルイス・ネリカ・ MJ だろう。MJ は力強くてパワーもある。 彼にはチャンスがあるかもしれない。それでも井上が勝つと思うけどね。井上は特別だから。フェザー級に転向しても同じことだと思うよ。フェザー級にも良い王者がいるけど、井上は特別だ、と階級を上げても勝ち続けると予測している。